ラス層も全部同じ持ち手から仕掛けることができる、もう決め技オンリー紹介していこうかなと。一度巻いてしまえばキープとかも簡単だし、強力に攻めれるやりやすいラス層かなと。Bクラス層はね、もう作りが 99%、 ちゃんと作ってしまえば決めまで一直線にできるので、エントリーが本当大事です。シングルハンドはおすすめしない、まあ、これは通常のラッソーもあんまりおすすめしないですね。両袖かもしくはフロントカラーですね。両手必ずグリップして入っていくのを推奨していきます、まあ、こっち取ろうとしてこっちを取るっていう形で入ってください。どちらにしろ最終的には袖に切り替えてほしいですね。それで引っ込んだ場合もこのまま持ってる、もし襟で引っ込んできた場合もラストを巻く前に相手がこういう風に触ってきたのを察知して先にこれを取って両袖で作ってください。 Tプラスを巻くんですが、ここが一番大事ですね。必ず左足レッグスイングして大きく回して相手の肩甲骨にまず引っ掛ける。で、この角度だと D プラスと弱いので、もうネジを締めるですね。ネジを締めるように、お尻の向きをこっちに変えます。これは右足も左足も、こう、エビで連動して、お尻の向きをちゃんと変えてください。この、フロントカラーで入って、袖取れなかった時も、腰ステップしてて、レッグスイングで足回して、しっかりネジ締めた後に、こちらサイド取れるチャンスがあると思うんで、切り替えてもらって。いいです。これ足回しちっちゃいと足しっかりかからないんで、腰にステップしてレッグスイングするように大きく振って入れたら一番初めにやらなきゃいけないのはシャドーだとここになっちゃいますよね。これだとトップの選手が頭上げれちゃうんで、背中の角度変わったところからこうディープを差し込むのは難しいです。なので初めからしっかり深く差して、まず1個目は肩甲骨のライン、まあ、肩甲骨ちょっと下でもいいですけども、この足を引っ掛けて相手の背中を水平にするイメージで入ってください。ここで止めた後にネジを締めて、最終的には足はこの背中から離れちゃってもいいです。ショットガンアームバーですね。 D クラストの特徴の一つはラストを巻いてる側の固定がめちゃめちゃ強い、かつこれですね、右足ポイントです。もう一方の足はちゃんと腰を蹴って相手をくの字にしておくこと、こういう角度だと仕掛けることができないんですけども、しっかりネジを巻いた時にこの右足くの字にして相手のこの腕を引き出すことができたら、もうこれでラスト側固めて腕引き出して脇に取って三頭筋キャッチで腰ステップしたままラスト離さない、腰突き上げればこれでショットガンが決まります。これめちゃめちゃ簡単なので多分一番強い技だと思います。引っ込みました、大きく振って D プラスショ、この瞬間にこうですね、ショットガンと合わせて使っていくんですけど、ショットガンってここの脇に抱えれたらそのまま入れるんですが、ベースが強い相手とかだと、まあ、D プラストにやや抵抗して胸を張ってくるとして、こう結構こう引きつけれない時があります。 D プラストを作りましたが、この脇まで引っ張ってこれなかった時に形一緒ですね、腰踏んだままこの肘を膝で捉えるとこういう風に曲げることができるので、これもオムブラッタですね。 D プラス層の固定がせっかくあるのでこれ離さないです。これ離しちゃうと普通にオムブラッタになって相手まだ回転して逃げるチャンスができちゃうので、グリップラストを巻いたままこれ膝を落としてこういう風にプレッシャーかけていくと、ここ手だけで決めれるチャンスがあるんで手を押し込んで決めてください。腰踏んだままですね。バロンスイープで返して腕十字入っていきます。同じように D プラスをネジ締めました、腰踏んでるパターン作りますね。この時
相手の体をくの字にしているんですけども、今僕の足の向き、腰に当ててる足の向きって背中側に向いてますよね。これだとバルーンいけないので、ここから足をちょっとお尻をキュッと上げて緩めるとこういう感じに入ることができます。だからネジ一回締めて D プラスを作ったのをネジを緩めて入っていきますね。その時ここがガチガチの人はこの足の裏を天井に蹴り出す方向に入れないので、ここをリラックスしてこういうふうに緩めてください。 D プラスを巻きました。で、初めにネジ巻くんですけども、この向きからネジを緩めるタイミングでするとともえバルーンスイープ入っていける角度になるので、釣り上げて上げます。グリップ離さないですね。ここも足ステップしながら引っ張りながらこういう感じ で、そのままアームロック決めていきます。ネジ巻いてディープ作りました。この状態ですね。ネジを緩めると同時にこういくんだけども、足の裏がちゃんとここ入って相手を釣り上げるような角度になればバルーンスイープ行くんですけども、場合によっては今の僕のこういう動きに合わせて相手もこうやって逃げて下がってくる、その場合は腰を蹴ってた足をバイセップスにステップします。これ瞬発力ある人そのまま足上げようとするんですけど、バイセップス踏むことによって相手のディフェンス一歩遅れるっていうメリットあるんで、これしっかり二頭筋踏んでください。これ超おすすめです。二頭筋踏んだらラッソのグリップ解除して三頭引きながら足を首にかけます。あとはカールして三角締めを狙っていきます。はい、いわゆる糸通しですね。あいつうまいぜみたいな感じで勝てると思うんで、使いたい人は使ってください。まずディープ巻きます。ネジしっかり巻いて、今回は腰を踏んでた足をここですね、バイセップスキックにします。で、バイセップスキックでいきなりこの角度で行くのは難しいので、一度バイセップスキックを踏む、つまりこっちですね、ネジ緩めながらバイセップスキックを踏んで角度を変えます。するとこの D プラスを巻いた側の肘が自分に近づいてくるので、ここのグリップ解除して三頭キャッチして足を伸ばしてあげます。で、このバイセップスティックしている側の足を伸ばすと、ここですね、背中側の足にかけることができます。この前にある足を後頭部にかけるとこっちを安全にアプローチすることができるので、肘引きつける、木村ロックみたいに引きつけていくと決まります。まずしっかりネジを締めて角度変える。で、バイセップスキックを入れるね。で、ここでいかない、しっかり一回組んでネジ緩めて三頭筋キャッチで、背中通すと同時にこっちを切り上げるとここで受け渡すことができるんで、頭の後ろに足かけてこれで決めていきます。